道理と紅の破壊者。はい、どうも村です。今日もねやっていきたいと思います。で、こっからは前回やったところだね。うん、一回やってるんでちょっとパーッと早送りでお送りしたいなと思っております。おります。いやー、リズちゃん可愛いんだけどね。血だったんですか。行くしかない。はい、行きましょう、エリーさん。はい、行ってください。で、ここに近いなる。待って、なんか違うぞ。ねえ、あなたはさ、どうしてそんなに非道でいられんの。私たちも生きているのに。霊血。あ、これ、いや、違うわ。これ、うん。よりにもよって、あなたが壊すなんて。この、罪人が。あれ?でもこれってあれ?ん?どうだっけ?このセリフあったっけ?前。覚えてないな。雰囲気、空気もついて、エリーさん、怖いなって苦手で、もちろんです。あれ?どうだっけ?あったっけ?なかったような気もするけど。嫌な予感。ちょっと怪しいね。ちゃんと読んでこう。うん、会計させて出さないと。それなら俺が。待ってくれ。リズ、どうしました。やっぱり体調が優れませんか。いや、違うんだ。その少し俺の話を聞いてくれ。あのな。で、ここに繋がるんよな。ダメですよ、エリーさん。そうなんだよね。俺もなりずって。もう、エリーがね、まったく、かわいそうなんよ。ちょっとセーブしとこ。これはで私のものですって。はいはい、これがリズがナイフを拾ったんだよな、ここで。はあ。旦那様のね、はい、これをやったのはでもリズちゃんだったっていう。愛してるよリズ。どうか君が無事でいられますように。いつまでも待ってますよ、アルバート。リズ、ねえリズ、お願いがあるんだ。どうか僕のバツバツになって、これが友達だったんだよね確か。ねえ、片身が見つかってしまったらどうしましょうって、思い出しました。エリーは良かったんだけどね。だからね、エリーさん、早く私を壊してくれませんか。ってなるんですよな。はい、友人だった。で、こっから過去シーンになります。あ、友人だ、友達じゃなかったわ。友人だった、友人。まあまあ、友達も友人も一緒よな。親友も一緒よ。ダチだ、ダチ。はい。いや、ドールがね、大変なことになってるよって。まあ、あれよね、と。うちにドールはいません。お引き取りください。でね。なんだっけ、名前忘れちゃった。そう、アルバートもね、結構疲れてきちゃったっていう。で、棺にね、棺桶に入れるっていう話を進めるんですよね。そうね。友人なんだけど、エリーは疑ってんだよね。そう、友人、その関係があって。ちょっと違うんじゃないかって。
で壊してくださいって。こっからリズがおかしくなってく。うん、さあ早く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 私を壊せと、破壊してくれと。うん、何を。はい、これね、私も自戒するしかないのです。自戒でいいのかな、わかんないけど。はい、でセーブします。でここです。お、あれ霧のところ短縮されてない？変わったね。あーここね、ほんと遠かったな。飛行船を使ってもまあまあ時間がかかったし。何、俺への嫌がらせなの？変わってる。発信源は2つ、エリーと今回のドールか。点と点が重なっている。二人は近距離にいるみたいだ。エリー無事でいればいいけど、とりあえず行こう。行こう、行こうぜ行こうぜ。ちょっとやっぱ変わってるね。リノーツと会ってやっぱ変わったね。はい。うわ、何これ。扉が粉々になってる。乱暴だな、あいつ。いくら力があるからって。まあ、この辺はね、まあ、ちょっと一緒のところはあるけど。うん。発信源はね、奥に行っちゃったのかな、倒れてるのかな。エリー、いるのなら返事しろ。探すしかないか。はい。でこっからリノーツ編になるんだけど、うん、部屋回ってエリーを探すって、迅速に。はい、って感じだったんだけど、これ、お、待って、こんなシーンあったっけ？俺が入ってないだけ？ここだけ空気が違うような。ここは誰の部屋？ああ、密かだけど匂うな。この黒くて鼻につく異臭は血の匂いか。独特な匂いは掃除しても取りきれないって言うからね。少しだけこの部屋を調べよう。ちょっと変わっておりますよ。セーブします。ちょっとまあ前回俺がこの部屋に入ってないのかもしれんけど、うん、もしかしたらね。え、けどエリーは言わなかったね。うん、エリーが言わなかったのにリノーツは言うっていうのがちょっと怪しいね。女向けのものかな。うん、あー、こういう細かい作品ってあんまり触りたくないな。ふとした瞬間に壊しちゃうから。あー、なんかすごい、ほこりをかぶったベッドだ。はい、手帳が落ちてる。読めない読めない。あー、このページも読めない。ページが全部黒く塗りつぶされてる。というかこれ血だね。血がついた手でベタベタ触ったのが黒く変色したのかも。あ、このシーンさすごいね。一周目じゃ分かんなかった、あのエンディングじゃ分かんなかったね。はあ、戦争の名残？いや分かんないな。あ、最後のページは一部分だけ文字が読める。黒く染めてる部分もあるけど結構筆圧も強いし、光に通せば読めそうかな。デストロイヤーに次ぐ。逃げて逃げてくれ。もうそこまで来ている。すまない、どうか逃げてくれ。え、待って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 、この逃げて逃げてって確かさ私かなみたいなさ感じだったじゃん。リズちゃん向けかなと思ったけど、まさかのデストロイヤー向けなの？ダメだ、きっともう彼女は。あ、待って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 、そういうことは。アルバートはもう分かってたんだね。これ俺に言ってんの？逃げろって。何？
情報が少なすぎる。他には何か書いてあるかな。ああ、このページとかマシじゃない？透かしてみよう。丸月丸んじ、今日は街でアルバートにアクセサリーを買っていただきました。彼が選んで私にプレゼントしてくれたのです。本当に彼が私のことを思ってくれるだけで心が温かくなって嬉しくなってしまいます。私はドールなのに、なんて言ったらまた彼に怒られてしまいますね。結構いただいたアクセサリーが増えてきましたので、なくさないように小物箱の中に入れておかなければ。これが私のコレクションというものでしょうか。これもしまっておきましょう。宝物は壊れないように大切にするべきですから。なるほど。ドールの日記ということは、この部屋はドールの部屋なんだ。でもこの物体じゃこいつはまるで人間のような。へえ。当時は生きてたわけじゃないし、ドールについての知識も浅いから適当なことは言えないけど、ドールなのに部屋をもらってたんだよね。人間みたいに物までコレクションしちゃってさ。変なの、ここにいたのは普通のドールじゃないね。これ俺が昔あいつから聞いた話じゃ、ドールというのはただの人間の補助目的の人形で、人間にただ救われ暮らしていた。あ、なんてこんなに滑舌が悪いの。物として割り切っていたという道具だったという思うんだけどさ、民衆が立ち上がり戦争となったのはその便利な道具がなくなるのを恐れたからなんだよね。違うの？わかんないな、昔のことは。まあ俺らルブルムソウル教会のメンバーはあいつの存在でドールに対する価値観が人形としてのものじゃなく人間寄りになってる部分があるから、あまり昔の価値観は理解できないんだけどさ。長年のドール調査で外観は分かってきたみたいだけど、細かいところは全く明らかになってない。文系やドールの記憶伝えじゃ全てを把握することができないからな。そもそも保護している記憶持ちのドールも少ないしね。せめてあいつの記憶が戻ればもう少しどうにかなるんだけど。あいつって誰？いや難しいかもね。俺のことを全く覚えてないんだから。それより前のことなんて、リノつじゃなくてエリーか、エリーのことかなあいつって。何の音？この音、地下から。一体何が？これはセーブしよう。ちょっと待って、やばい。ごめん、ちょっとこれもうちょっとやっていい？本来はここで終わるべきなんだけど、本来はね。あれどうやっていくんだっけ？こうか。あ、ここから地下に行ける。まったくおあつらい向きな場所だね。急がなきゃ。はい。うわ、何これ、何かを引きずった血の跡。はあ、見慣れているつもりではいたけど、いきなり出されるとさすがにビビるな。黒く変色してるし、かなり昔のものらしいね。上の階にも血根があったし、前にここで何かがあったのかも。いや、今はそれどころじゃないか。この辺は？触れない。いや、ちょっとセーブしよう。ちょっとこっからはもうできるだけセーブして、大事にちょっとゆっくり進めていこう。この場所にはエリーはいない。ここからさらに下の階に行けるのかな？はしごね。いや、大丈夫、きっと問題はない。ちょっと違う？いた。
あーここで、はあ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 、やっぱり傷の、あーやっぱり腕の傷まだ痛むな。まあ午前の仕事で同じところを、あーなんかだからまともに傷が塞がってないんだから当たり前だけど、かなりざっくり腕が切られてること、傷が開いたことを会長や部下に言ったら止められたんだろうな。ざっくり腕が切れていること、腕切れてんの？マジ？俺は怪我することが多い、そんなのは分かってるから。むくらじゃない、なんだっけ、安易じゃなくて、なんだっけ、これなんだっけ、調べたんだけど、むやみにですね、むやみに周りに言わないんだ。いつもはかすり傷程度だったけど、こんな大怪我は、大怪我ってなんだ、大怪我は久しぶりだよ。やだもうやだ、口が回らないわ。きっとこの傷も後になる、でも服で隠せば問題はない。あーもうコンディションが最悪だ、でもこれは仕方ないからね、早く行こう。どこで合流するんだろうね。ん？ここだ。何か聞こえる。え、待って。こっからみんな、ゆっくり行きますよ。ゆっくり、丁寧に。エリーの声だ。それと、もう一人女の子の声。一体何を言ってん？おお！そこまでだ。はい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 、ここに繋がるのね。はい。リノーツ。ハロー、エリー。いろいろ言いたいことあるんだけど、そこのお前、何してんの？そのナイフ、退けろよ。誰ですか？あなたは。聞く前に、先にナイフを退けてくれない？誰だと聞いてるんです。俺はエリーの同僚、リノーツ。直属の上司。上司と言っても、俺の方が数年先輩で。ベンド、なんだこれ。ほんの少し、地位が上になってるから。そういう体で、優先的にエリーのサポートをしている感じだけどさ。で、今回そいつから、定時連絡がないから、無理やり応援に来ることになったんだけど。どうしてこんなことになってんの？同僚なんですか？お、なになになに？エリー、うん、エリーさんと同じデストロイヤー様ですね。それならちょうどいいです。なになに？リノーツさん、早く私を壊してください。おーおー、こうなるんだ。大切なアルバートがいない今、私が存在する意味はありませんから。先ほどは自戒をしようと思ったんですけど、そういえばドールは自身を死に追いやることはできないんですよね。エリーさんがしてくれないので、リノーツさん、どうかお願いします。え、は？反撃してるわけじゃないの？いかにもこれからエリーに危害を加えますって様子に見えたんだけど、私はただ私自身を破壊してもらいたいだけですよ。あーそうなんだ。そういうことなら別に。まあまあそうなるよな。